入って、あ、そう、うん、3種類あんだもん、これでさ。だから変な話だけど、ね、ここの場所がさ、うん、接着剤の常設場所になっちゃった。あらば、すいませんね。いや、そういうことじゃなくて、で白パテ入れれば4種類か、うん、白パテないんですけども、はい、すいません。もあの思った以上にさ、白パテ使うんだよね。あ、そう、それ1518の硬化剤、うん、あ、そう、そんなシャブいかね。今日は温度が高いんだよ、やっぱり。普通溶けないんだ、これ。うん、そうだよ、そう、出てこない。今日は出てきてるっていう。あら、そのくらい温度が高い。あ、そう、本当に1518なの。あ、本当だ。いや本当に1518って疑ってたよ、今。そうでしょ。うん、あれとろってしてるなって。なんでそんなしゃぶいんだと思って。いや、気温がそれだけ今日は高いんだね。そう、高いんだね。うん、だって10月もうすぐ11月だよ。そうだって、俺半袖で汗かいてんだよ。いや、そうなんだけど、俺もさ、今日暑くてしょうがないんだけどさ、うん、ヒートテックなんか着てきちゃったからさ。あ、余計だよ。はあ、傍から見りゃさ、まあ、全く社長は半数で頑張ってるなと思う。今日暑いんだよね。いや、そんなシャブかったっけと思って一瞬ちょっと疑ったんだ、うん、本当だ、1518だ、間違いないよ、うん、まあ、あとこいつ適当なこと使ってても今一瞬思ってたんだよ。とろーっとして垂れてきちゃう。そこでやっちゃって。あ、いいよ、うん、俺はもう待ち開けたんだから。接着剤にも使えるし、下手すと小さい肉盛り剤にも使えるし、そう、防生剤にもなるし。だからさ、知らない人はさ、なんだろうって思ってるよね。電飾もしないし、高橋スペシャルですか、うん、次やって板金。これがだからさ、うん、従来の車屋さんの候補はさ、うん、ガムテープと、うん、これなんだかね。ガムテープ、これで嘘。本当だ。これに嘘。何それ、これ、何、やる前にやってやった施工。そうだよ。そうだろう、そこまでやらねえだろう。いや、だって直しようがねえがね、普通、うん、そうだよね。どうやって直すかなと思ってさ、うん、一応高橋スペシャルこれで確立したんだ、ある程度。うん、ジムにやってる板金屋さん、うん、だから、あのいろんな大きさ の、うん、あのアルミ板、うん、あのもう用意しとくっつって言ってた、うん、東北の方の、うん、電飾出ねえしな、歪み出ねえしな、スポットをやるより楽でいいよね。プロ何のその、いや、全然クラブになんないよ。でこれであとはリベット止めたら上をさ、うん、塗りたくって、ね、塗りたくって。 FRP より楽だよね。
に泥が入ってくることもねえし。そうだよな、うん、ねえ、うん、下から見るとそう、下から見るとこうなってるんですけど、はい、リベットの頭が出てる。いや、下から見ると出てない。あー、完璧じゃん。完璧じゃん。完璧、完璧。ああ、はい、はい、完璧。わかんないよね。え、わかんないよね、うん、下から 見るやついないんだもん。でしょうか。はい、でもこれ自動車さんが本当に直したんかいね。ねえ、このガムテープみたいな、塩ビのテープみたいなのさ。そうだよ。ああ、許されるんかいね、そんなことが。許されるんかいね、そんなことが。黒の絶縁テープみたいなの貼っちゃうんか。あ、やること細かいがね。え、やること細かいがね。一応さ、うん、フラグまで塗るん、ちゃんと、うん、だってちょっとした手間だからさ、うん、まあね、そういうふうにシールしてやればね、擦れて電飾みたいなの起こさないしね。起こさないし、うん、例えばこれ泥が入るじゃないですか、これから、うん、でもちゃんと、はいはいはい、錆止めが施されてれば、はいはいはい、多少は違うでしょ、阿部さん。いや、全然違うと思います。水が入んないしね、うんうん、ベタで糊代を確保できるから強いし、ブラインドで止めただけよりはずっと強くなるし、いいよね。3種類、ペースト、液、半ペースト、うん、ああ、一応夏からの宿題、うん、OK? OK, OK ね、うん、9月の18日あたりぐらいからの宿題か、うん、ね、うん、でもこれで、ああ、いや、だから6月やってきたんだよ、うん、水曜日、うんうん、肉持ちがいい、コーティング剤で、うんうん、まあ大体 OK だ、はい、OK、うん、本当にこれ貼ってたん、本当にこれ貼ってたん、本当にこれを、うん、ねえ、そうだよ。これ何？塩ビのテープ？ガムテープだよ、こんなもん。絶縁テープだよね、うん、黒のね。テープだよ。それを分かんねえように、うん、だから泥が入んなきゃいいっていう。だからこういうふうに なる前に、うん、うちのお客さんなんかだと相談があれば、じゃあちょっと直しましょうって言うんでさ、うん、ちゃんとなんか直せできるけど、一般的には直せないけどさ、うん、そうか、直せないんだ。ここもいいけどさ、でも、うん、トタン切ってちょこちょこってね、リベット貼るだけだって違うのにね。そうだよね、これじゃね、うん、いくらなんでもね、うん、素人が手当てしたみたいなもんだよね。そう、つか応急処置だよね、うん、うん、持ってきてると安倍さん分かるわけさ、そういうのが、うん、なるほど、
って。